はいどうもマットドッグカフェです。最近のですね、動画をご覧になっていただいている方はご存知かもしれないんですけど、ケンエレファントさんのミニチュアシリーズにどっぷりハマっている、今日この頃でございます。でそんな中ですね、前々から存在自体はもともと知ってるんですけど、米田コーヒー店ですね、愛知県から、どんどんですね、全国に広がったもうメジャーな、喫茶店ですけれども、こちらのメニューのミニチュアっていうのがですね、出ています。でもともとケンエレファントさんの、フィギュアにはまったきっかけがちょっと別シリーズなのでずっと手出してなかったんですけどね、つい最近、ポチッと、これが、ボリューム1の時に、出たシロノワールですね。こちらこんな感じ、ちょっと見づらいかもしれないですけどね、もう看板メニューですね、シロノワール、で、ボリューム1のメニューの中ですとクリームソーダとシロノワール、これがもう人気が高くて、今特にクリームソーダ、これはもう手に入りづらい状態になってます。で最近オープンしたケンエレスタンドで、一時期最初オープンしたての時に、新橋店の方で復刻で、出してたみたいなんですけど、多分もうおそらく今ないんじゃないのかなと思うんですけどね、クリームソーダ手に入れるのは結構困難な状態になってますね。でいろいろそういうサイトとか見てた時そんなにバカ高くなかったはずなんですけど、今はほとんど出品されてないか出ても結構高いっていう感じなので、欲しいのちょこちょこあるんですけどね、コンプまではせずとも、一部欲しいメニューあるんですけど、コンプしようってなるとちょっと難しいっていうのが現状な感じですね。でそんな中、7月の、末ですね、米田コーヒー店ミニチュアコレクションの、ボリューム3が出ました。で、狙いはですね、小倉の春と、モーニングですね。この2つなんですが、実際ガチャガチャ回して勝負するかどうか悩んだんですけどね、あるサイトで、コンプセットが売ってたので、そちらでお得意のポチッといっちゃったという感じでございます。それがこちらですね。もうカプセルからはもうもちろん出ている状態で、6種類が封入されている感じになってます。じゃこれですね、早速開けて、じっくり見ていきたいと思います。では開封してみました。端からちょっと見ていきましょうか。まず一番左ですね、アイスコーヒーのたっぷりサイズ、これですね、この銀色のこのカップ、特徴的ですよね。こんな感じでちょっと見づらいけど、こう氷が入ってるような感じに作られてるんですよね。ちょっとデコボコしててちょっと表面見にくいですけどね、こうアイスコーヒー感がちゃんと出てるんですよね。細かい割にほんとこういつも、作りが丁寧だなと思うんですけどね、ここのミニチュアフード、で、オプションが、ミルクとストローですね。な感じで。で次、アメリカン。アメリカンは結構シンプルかな。表面も本当にのぺーっとしてるので、これは結構作り的には地味な感じではありますけどね。でも実際のメニューの雰囲気的にはすごい出てるのかなっていう感じがしますね。オプションは、こちらミルクですね。ちっちゃいこういうのもなんか本当に細かいなと思いますね。次、レモンスカッシュ、クリームソーダと同じ、ブーツグラスですよね。これはレモンが刺さる場所がこう切り欠きみたいになってて、こう差し込むようになってます。で、表面はやっぱり少しこう氷が入ってるような風にデコボコした作りになってるんですよね。これあるとやっぱあれだな、クリームソーダ欲しくなるけど、あれほんとお高いんですよね。怒っちゃいましたね。どこだ、よいしょ。で、まあ、チェリーをのせるような感じですね。これだけ紙ナフキンがついてるの特徴なのと、あとコースターですね。よく見かけるコースターですね。これが付属してます。何気にいいなこれ。狙ってなかったけどちょっとレモンスカッシュはいいなって思いますね。で、次が、コメダブレンドのたっぷりサイズ、これはさっきのアメリカンに結構近いのかな。やっぱりグラス、カップの中も結構のべーとしてるので、作りとしてはすごいシンプルですね。いつものこのロゴが入ったカップ、ちょっとこうトールサイズになってるやつですね。ミルク、これとかはあれかな、さっきのアイスコーヒーと同じですかね。非常にシンプルな作りですね。で、今回の個人的な狙いというか、欲しかったのが一つ、オグラノワールですね。で、実際のものに比べると、オグラの色合いとか、このいちごのソースとか、細かく言えば若干違うような感じもありますけどね。もともとの、白ノワール、大体作りは同じなのかな。表面がちょっとボコボコ仕様みたいになってるのが元の白ノワールなんですかね。で、小倉ノワールは、結構なんかボコボコ感なくて平らに作られてる感じなんですね。そこら辺がちょっと違うのかなっていう感じですね。でも可愛いですね。これいいですよ、小倉ノワールですね。で、最後、これが一番の狙いだったんですけど、これちょっと想定外のことが起きてて、パンのこのバスケットはいいとしましょう。で、オプションがですね、3種類になってて、ゆで卵と、卵ペーストとオグラーンってなってるんですけど、これ卵あるじゃないですか、ゆで卵で。1つだけだと思ってたんですよ、ついてるのは。で、純喫茶のクリームソーダみたいに3種類揃えないといけないのかなと思ってたんですよ。そしたらまさかの想定外でですね、オグラーンと、これ小皿がなんか1個しかないんですけどね、こんな感じ。卵ペーストも全部ついてるっていう、嬉しい想定外が起こった感じです。開けてて「とか思って、全部ついてんじゃんっていう、これはまたほんと揃えなきゃいけない鬼畜仕様なのかなとか勝手に思ってたんですけどね、そんなことはなくてですね、最初から全部ついているという、いやなんか親切仕様でした。いやこれちょっとラッキーですね。1個だけ出てあとの2つはちょっとポチって、最終的にコンプしようと思ってたんですけどね、その必要がなく済んでしまったという感じです。こんな感じですね。アップにしちゃうとこうトーストもやっぱもう作り物感出ちゃいますけど、うん、逆にカゴとかはアップにするとなんか本物っぽくて、まあ、いいなと思うんですけどね、うん、よく食べるのでこのモーニングも、うん、見慣れた品だなと思うんですけどね、これ当面で飾る分にはすごいなんかモーニング感出てていいなと思いますけどね。今回のラインナップは、こんな感じです。これはもともとですね、これ別路線なんであれなんですけど、うん、この6種が今回の、ラインナップになっております。はい、こんな感じですね。いやー、うん、いい意味で想定外だったのはラッキーでしたね。いやー、これ一発で、うん、済んでしまうということですね。まあ、うん、もともと全種類揃えるつもりではなかったんですが、うん、結果的にこれは良かったのかなと思いますね。うん、まあ狙い以外のメニューもなかなか可愛くできているので、個人的にはこの全種類は、うん、これはこれでいいのかなと思います。まあホグラノワールに関しては、個人的な話をしますと、一度ですね、レギュラーサイズ、挑戦したんですけども、もう最初もうあんこ好きなんでもうこんなのやばいでしょうと思ってうめえ食ってたんですけどね、もう途中半分くらい食ったらもうすんごい重くて全部食いきれなかったっていう、苦い過去がございます。そんな、思い出もありますが、今回の動画は、この辺で終わりたいと思います。もし興味があったら、皆さんですね、ぜひ、ガチャガチャ回したりですね、サイトから購入等、していただけたらいいなと思います。では最後まで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。